おはモーニング。今日は飲めるお肉屋さんに来ました。五反田です。乾杯。五反田を歩いていると街のお肉屋さんを見つけました。揚げ物のいい香りに誘われてたどり着いた、その名も肉の植木。揚げたての特製メンチカツ片手に、なんとここ丸 F も飲めるらしい。そんなこと言われたら即入店。立ち飲みできるスペースもあれば奥はテーブル。足腰弱いので椅子に失礼します。立ち飲みならお通しはかからないんだそう。大量の眠れる森の入り気が絶世の美女すぎる。看板メニューは抑えつつ、まずは夕暮れのビールで一日の終わりに乾杯したい。ビールの中ではのろけるくらいに大好きな丸 F。 クリーミーで秋の香りを少し溶かした味がする。おいしい。ソフトリですら可愛い世界観。お通しは揚げ物との相性がいい千切りキャベツ。そしてこちらもオリジナルのタルタルソース。スピードメニューの肉味噌エシャレット、ショーケースでスタンバイしていたから、呼んだらすぐに駆けつけてくれる正義のヒーロー。玉ねぎなんだけど、個人的には癖のないらっきょうみたいだなと思って食べてる。肉味噌がすごい。もうほぼ肉なんだよ。米に塗りたくって食べたい。エシャレットに肉味噌をつけてるのか、肉味噌にエシャレットをつけてるのかわからん。銀色のトレイに乗って運ばれてきたのはお肉屋さんのメンチカツ。ファミチキみたいに紙の袋に入ってるの。なんだか放課後友達と肉屋のコロッケ買って帰った時を思い出す。熱蔵の思い出くらいに熱々だ。ガブリ。かじってわかる。肉汁警報。避難せよ。揚げたての衣ってサクサクで、このために前歯って存在してるのかなって思う。肉は濃い。ソースとか何もつけずに食べられる。メンチカツがうまい店に間違いはない。ビールにメンチカツ、本当に悪いコンビだけど愛されてしまうのずるい。これ油断すると3個くらい食べられそう。だけど他の看板メニューも食べたいから我慢。自家製クリームチーズ。ここのお肉屋さんチーズまで作っちゃうの？牛の全理解者にでもなろうとしてる？人間ですら完全に理解してあげることはできないのに。クラッカー何枚でもいいよという神対応。そんなこと言われたらこの店のクラッカー全部かじり尽くすよ。いいホテルの朝食でパンについてくる選ばれしバターと同じくらいのコク。そして控えめに甘さがあってスイーツと捉えることもできる。肉屋なのにクリームチーズうますぎるってどういうこと？気づけばクラッカー無視して直接チーズ食べてた。看板娘のミートボールエッグ。上の卵を割ってくださいと言われなくても圧を感じる。こういう映えな作業が慣れてないから、ホームラン級の不器用さも実績解除。ダム崩壊。無念。ミートボールというかハンバーグにしか見えない。卵とデミグラスと肉団子が共鳴している。隕石のように空から胃袋に落下してくる。ズドンという迫力は満腹を導いていく。俺の胃袋は宇宙だと草薙剛を宿らせ、チキチキボーンの火星を眺める。おすすめだというピリ辛スパイシー味にしたよ。チキチキボーンはお弁当箱をいつも陣取ってた。ガブリとチキンにかぶりつく。おいじー。スパイスが思ったよりスパイスしてる。ピリピリと口内を支配していくので、スプリンクラー入り気の出番。寿司屋とは対局なのにガリトッピング。入り気の入れ方が丁寧に書かれているのに、早く飲みたすぎて説明何一つ見てなかった。だから IKEA やニトリで買った家具は永遠に一人では組み立てられないんだと思う。ヤマキで飲んだ入り気思い出すな。いつの間にか入り気イコール西成の味が成立していた。圧倒的安心感。大地から春が遠くに海を感じながら飲む。一瞬で干ばつ。私の畑はたくさんの水と肥料が必要だ。人間はそもそも1日2リットルくらい水を飲んだ方がいいらしい。酒も私の畑にとっては水のようなもの。ミネラル。大陸の後に土手焼き食べたらもう大阪なんだよね。気持ちだけ新世界あたりにいる気分。通天閣のタワー見えてるわ。じっくりコトコト煮込まれているから本当に柔らかい。煮込みを食べるとどこかの家庭のお袋の味を思い出す。私は宇都宮に帰省すると餃子か寿司花で極上年賀を食べに行ったりしてしまうので、家でもう長しばらくご飯食べてない。この動画があるからこそ、カッパ、父の手料理やマンマの手作りご飯を食べることがあるから、ある意味架け橋になってる。妹はカッパと住んでたから、桃屋の刻みニンニク大量の父の手料理を日々振る舞ってもらっていたらしいけど、私は LINE でだるがらみされる距離感だったんで、父の手料理を食べる機会を得られてみんなには感謝している。
煮込みとかカレーとか懐かしいと思わせる和食っぽいものが実家の味だと言われることが多いけど、うちのママはローストビーフとか鮭のムニエルとかポテチとか洋食作ってるから、思い描くお袋の味とはちょっと違う。割烹着を着た架空のおかんがいるんよね。お袋の味とはちびまる子ちゃんちのようなイメージ。おばあちゃんの手料理がそれに近かったような気がしている。おばあちゃんはもう料理を作れなくなってしまったけど、もう一度思い出してみたい。牛丼と親子丼ばかり出されて大好きだったが、1日3食あまりの頻度に飽きてどこに行っても食べなくなってしまった。大学卒業あたりから牛丼もまた食べるようになったし、親子丼もあったら選ぶことも増えてきた。飽きるほど愛したあの味がまた食べたいと不意に強く思うことはある。牛丼、つゆだくすぎてスープみたいだったけど、だからお茶漬けみたいで食べやすかったし、あの牛丼をきっかけに甘じょっぱい味が好きになった。どちらかといえばすき焼きみたいな牛丼だった気がする。妹のように週に3回くらい実家に帰ることには意味があるのかもしれない。ピエンないとこが前輪の位置特定で、また実家にいるのですわと画面を見せてくる。土手焼きも山芋のわさび漬けもピーマンの肉詰めも手作りのポテトサラダも全部家庭の味だった。肉感が強いので、どちらかといえば男子学生が2人くらいいる家庭の味ですね。ほっともっと心だけ大阪トリップから帰るきっかけとして、最後に串揚げ、チーズとニンニクと赤ウインナー。大阪から帰るときは必ず串揚げを食べてさようならとつぶやいている。ほんまに。おいしい！好きやねん。という5文字が最初に浮かぶくらいに衣がマクドナルド。料理人さんの中にもしかしてマクドナルドの人いる？そこに自家製タルタルをつけてもうおいしいよということなので、たっぷりつけて食べたらこれまた仰天。限りなくマックのタルタルだ。最強うまいタルタル。マクドナルドのソースは五条悟るくらいにチートだと思ってる。うますぎてそこに到達できる者たちがいないんだよね。そのタルタルがここにいる。フレオフィッシュに入ってるあれ。心で雄たけびをあげすぎて喉渇き完食。さあ雄たけびをあげろ、恐れを知らず進めと、いちごミルク頼んだら業務用の練乳ついてきた。これは甘い砂糖菓子のような女の子の味ではなく、完全にデブの味だ。デザートにあんずぼを頼もうと思ったけど、気づけばあんずぼサワーを頼んでいました。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。もう本当にいろんなメニュー食べたんですけど、お肉屋さんにもかかわらず一番のハイライト、クリームチーズですね。あれうますぎました。妹ももうあの時点で結構お腹いっぱいだったんですよ。何軒かはしごしてて、なのにこのクリームチーズだけもうおかわりして食べてましたね。毎日起きたらあのクリームチーズを食パンに厚み3センチくらいの厚さで塗ってかぶりつきたいです。ほんじゃバイバイ。